今回はコリン・ウイルソンと、まあ、私の、まあ、ちょっと個人的なことにも立ち入らせていただきますがこのウィルソンの「アウトサイダー」という本がもう決定打になってですね私は19歳の時ですからもう50年今69歳11ヶ月。 なんですけどもう70間近ですがこのアウトサイダーのこの表紙の本を読んで、あのー、人生が狂ったんですよ。でそれはもう、あのー、地滑りに巻き込まれたようなものでどうしようもなかったんですけどその後この人の本とかこの本とそれから「属アウトサイダー」それから「宗教と反抗人」とか。 宇宙ヴァンパイアとかも読みまして、そうしてあの、あるところで彼の著作から離れたんです、それはこのオカルトを読んでから。で、これは私が関心を持っている世界ではないとで、まあ、そういうふうに思ったんですよ。そうして、うん。 それから50年以上の歳月が流れてですね、この世界不思議百科とか、まあ、私の知識もある程度まとまってきてですねあの、再びオカルトに帰ってきたんです。それはどうしてかというとですね、あの以前にも。 申し上げたことありますけど私の本来の名前がこれでした。あの達也の竜子は父、一郎がつけてくれた名前です、えー。昭和27年4月8日です。本当は4月2日だったらしいですね。しかし、あまりにも小さかったので、もうこの子は助からないんじゃないかと思って死にが8ということで、お釈迦様の誕生日とまあ重ね合わせて。それからあのあのの母が 満州にいましたのでね満州はあの八というのを大事にするあの土地だったんですよねで死にが八で末広がりだからいいということでねそ,それでまあ不思議なんですけどこのことをあの父も母も下隠しにしてたんですでこの名前のことも下隠しにしてたんですよそれでまあなぜ一郎 1のを父は取ろうとしたんですよ。これも、これは以前申し上げました。不思議なんですけど、まあ、このように1つしか名前にしたいと思ったそうですよ。で、幸いに診療はあるから、下の棒を長くしようと、長くしたんですよね。で、これを母はまあ間違いと言い続けたんです。そして夫婦の間で、それはあの沈黙になったんですね。 触れるたざるたざ問題になったんですその隙間の中で私という人間が育ってきたんでこれはやっぱ奇妙な育ち方してますあの母はハルピン特務機関のタイピストでしたからやっぱり軍で使ってた文字が絶対でそれ以外は間違いだったんですよねそれはまあニューギニアから帰った通信兵の父とはま随分戦争体験が違うんですよ その互いの戦争体験について互いに触れ合うことができなかったんですよね、あまりにも違いすぎるから。それでこういうことがあって、ですねで私がオカルトについてちょっと考え出したのは、この私の手のですね手にこう傷があるんですよ、別に気にもしてなかったんですけど、1でしょう、これは3歳の時です。あの 別府のですね、なかあれは北的ヶ浜、北的ヶ浜に住んでいたんですけども、その時三3歳のにあに、あの手を近所の悪道に、まあ、T 字カミソりでピッて切られたんですよ。で、わーんと泣きましたね。血が相当出ました。それで、それで、67年前ですよね。おおむね67年前。 そしてわーんって泣きながら家に帰って血がすごかったので血を洗おうとしたけど洗えなくて傷を水につけることもできなくてそれであの隣のおばあちゃんに「おばあちゃん血止めて」って言ったらね「おばあちゃん止めきらん」って言ったで知らんふりしてたんですよ。ああ 何十年前でもやっぱり女の人はそうかもしれません、あの応急的な対応ってわりとできない人いるんですね、で母が来て、母は今度笑いながら、母はどうしたんって感じで、やっぱ戦争が戦がいよりは強かったですね、あのまあ、手のない軍人さんとか足のない軍人さんが周囲にいくらでもいたんで、あのそれは血を止めにゃあす、ちですぐに血を止めてくれて、傷は治ったんですけど、この傷は治ったんですよ、残ったんです。 でまあ、不思議なことだなと思いながらもうこれ私が死ぬまで消えることはありませんこれとそのさっきのね位置が不思議に思えるんですよ私にはでそのそういうこととかあの、まあ、父は、まあ、ニューギニアに行って帰る時にですねあの気の毒な人で尋常小学校を出て 尋常、まあ、小学校まともに行ったのは4年生ぐらいまでだったらしいですよあと家の手伝いとかで欠席したりして勉強なんかできなかったとそれででっち奉公に行って時計修理の職人になってそして二十歳になって召集令状でニューギニアに送られてで帰ってきたらだんだん仕事がなくなって貧乏してたんですよだから母は非常に苦労しました全部はもう明治維新と戦争とね あの戦後の復興との間で本当に割り送ったんですでうちの家はもともと延岡藩士だったそうです刀があったんですけどねだ,だって分を明治維新で死分を失ったからじい様がもう狂ってしまってですべ、ね、ての財産を売り払ってもあの借金が残ったそうで、まあ、延岡から別府に逃げてきたんですよ。 そうしてそのおかげであの父がまあマラリアから回復するのが早かったのですの延岡にいたらひょっとしたらマラリアで死んでいたかもしれませんそういう人もいるんですよ週刊性マラリアといってマラリア原虫を駆除した後も熱が止まらずにもう30代で死んでしまう人っていうのは結構日本中にいました平気で離島に帰った人はそうだったんですそれで あのまあ別府市には九州大学温泉科学研究所通称九大温研という温研、温研って言ってましたけどそこはあの、まあ、原爆でやけどした人とかねナパーム弾でひどいやけどした人の温泉治療をしてたんです随分貴重なデータが集まったと思いますそれでその温泉治療であの ひどいいケロイドの人が別府市には結構いたんですよね。それであの、まあ、キニーネを取材とした抗マラリア薬があの、まあ、注射であってですねそれで、まあ、治りが早かったのであの明治維新の後、爺じい様が土地狂って別府に逃げてくる、まあ、妹を連れて逃げてきていなければ父は死んでたかもしれないそうすると私生まれてないし言語の研究もないんですよね。 それで父はニューギニアから帰るときにですねあの、まあ、10人行って9人死んだんですよで、帰ってきたのは1人なんですで、引き上げ船が2隻出されまして、でそれはまあ木造船だったんですよ鉄鋼船は使ってはいかんということで、米軍の指示でですね木造船で引き上げに来たんですよね。 それ,でそれでそれに乗って帰る途中にその木造船が嫌いに触れたんですよ、で爆破してで、2隻とも爆破したんですね、爆発したんですよ、爆沈したんですよね、そうしてあの父は、まあ、通信兵だからその、怪我がなかったんですよ。 前線で戦っている人たちはほとんど死んだんですよね。後方勤務とその通信兵とかね、将校たちが生き残ったんで、通信兵というのは9割は生き残るんです。これは岩陰に,陰に隠れて、前線の状況を伝えるのが仕事ですから、もう死ぬ時は通信,通信機を抱いて死ねと言われてたと。あのまあ、そういう役割だったから生きて帰れて、泳ぎが達者だったから、 泳いでたんですけど、到底ニューギニアから帰る途中あの、陸まで上がるっていうのは無理なんで、そのままだったら死んでたんでしょうけど、たまたま木造船だったからです、ね、その船体の破片が流れてきたらしいんですよ、ぷかぷかと流れてきた、ちょうどあの昔の現場の足場板みたいなね、幅30センチ、長さ1.8メートルぐらいの、それくらいの木が流れてきて、それに捕まった。 そうしたらまたたまたまその近くに近くを泳いでいた兵隊がいたので「おいこれに捕まれ」と言って捕まっていたとでその上で交代に寝ようとしたんだけれどもどうしてもひっくり返る寝るにはちょっと狭すぎたとどうしようもなかった。 それで2人で眠るなバチンと叩いたらもう叩いた方が眠くなるんで眠るなバチンと叩いて叩き合って2日間もう水はないしもうとにかく沈んでも溺れても目が覚めないような眠気なんですよねそれはあの山で死ぬ人が時々そういうあの眠気に負けて死ぬ人いますね それぐらいもうむちゃくちゃな眠気でもう麻酔がかかったような眠気がくるんですねそれで2日間そうやって寝るなバチン寝るなバチンって叩き合いながら2日間あの漂流していたらまた引き揚げ船が来て助かったんですそれであのまあちょっと不思議な話ですまあそういうことがあってまあ なんでその木片がぷかぷかと浮いてきたのか、それ不思議なんですよ、どうしてそこにもう一人いたのかとかね、それからあの終戦間際に、塹壕の中であの、戦友と一緒に二人で、もう正直な話ですよ、大体、打つ球がなかったんですから。 この戦争は勝ち目ねえなあという話をしていたんだそうですよ。そうしたらその戦友がこてんと首をこう垂らしたんでああこいつ眠ったかと思ってしばらく黙ってたらその人がいつまでたっても首を起こさないんでおい起きんかと言ったら鉄棒に穴が開いてて血がたらーっと流れてた。でそれがその話を聞いたのが十いくつかの時だったんですけど その時その父の一言がねあれは風じゃと風じゃ鉄砲ちゅうのは狙って当たるもんじゃないとあれは風じゃ風がちょっと俺の方に吹いてたら俺が死んでるそんなものらしいですよで父は射撃は上手だったらしいですその父でもね,ですねあのー、射撃は結構自信があったそうですけどまあそれでも 鉄砲というのはその狙って当たるもんじゃないと、<laughs> だから風だと、その時なぜ風がその人に吹いて、あの父の方に吹かなかったのかって、言ってそれもわからないんですよ、謎で、そういう偶然か、九死日生を得たような人しか生き残ってないんですよ、だからみんなそういう体験してるんです、生き残った人はね、でそれで広報勤務の人とかは、それなりの家柄の人なんです。あの 軍需産業の家の息子とかねそういう人は大体広報勤務になるんでそれもまあ九死に一生のうちの一つかもしれませんそれで、うん、あのそういう,こう不思議なことがあってあの、うん、そのそ九死に一生 の連続でまあ生きて帰ったその九死の一生のうちの一つで本当も奇跡としか言いうのないことがあってですねまあその風の鉄砲の,その弾の風を父には当てなかった風が風もまた奇跡なんですけども、うん、父はあの戦場で爆弾で吹き飛ばされたことがあったらしいんですよあったと言ってました爆風で吹き飛ばされてですねそれでい意識を失って 目を覚ましたときにあの思ったのがね、あ,あこれはもう死んだと。いやこれは、あ,あこれがあの世かと思ってね、あ,あこれがあの世かと思って、あの世と思って眺めてたそうですよ。しかし、あれどうも、これはあの世じゃないということは、ということは俺は死んでねえぞと。死んでないにしても、あれだけの爆弾で無傷なはずがない。 で無傷なはずがないんだけど傷がないおかしなことがあるもんだと思ってと,とりあえず鉄棒を脱ごうと思って鉄かぼとを脱ごうとしたら脱げないでえおかしいと思って無理やりぐ,ぐわっと引き上げたら頭の皮がずるっとむけたそうですねそしたらあの餅のように膨らんできたとつまり大砲の弾が、ね、平らに当たってたんですよあれ破片が平に当たったんじゃと 大砲の弾っていうのはあの先端がカミソリのようになるんで鉄棒ぐらいはあの貫くそうですねそれが平らに当たったんですよまあ奇跡としか言いようがないんですけどそれで無傷だったんですよねそのコブ以外はコブはしばらくしたら治ったんですけど、まあ、そんなことがあって生きて帰ってじ爺様が明治維新のあと土地狂って砲塔をしまくって 大層の財産を使い潰してですねだからじいさんのあだ名はシロアリって言ってたんです言われてたそうですあと母方の母祖母ですね母方の祖母はもう父親が保証倒れで家をなくしてですね家財産なくして無一文になったそうですけどで,で無一文になったのであのかわいそうだからあの。 静には着物を持たせてやろうってうんで、えー、高級な反物をいっぱい持たせて嫁がせたそうですねお金がないからということでそして、あのー、その反物を別府に扇山という山があるんですけどその扇山を越えてその反物を米に買いに行ってたのが父だったんですよだからまあ闇米というかまあ農家に買いに行ってたんですよね反物を持って 米を買って帰ってきたらしたらまあお,おばあちゃんがあの父を気に入ったんであんたうちの娘は同会と言って結ばれたのが私の父と母でしたで父はまあ随分あのママ母にいじめられていじめられてもう実の父にはちょっとあのあの、まあ、人格障害があったんでしょうねそれはまあ まあいろんなことがあったんですけどもそれでまあひどい目にあって随分打ちひしがれた人でした気の毒でしたねただ不思議なことがあってですね父が亡くなる心停止で死亡というあの医師が宣告する3日前 かな3日前私が父をじーっと見てたら父の体の上からあの、まあ、丹波哲郎さんの大霊界にで紹介されている通り霊が立ち上るのが見えたんですよそれはもうタバコの煙みたいでねものすごい勢いでぼーッボーッと霊が立ち上ったんですよだから霊ってやっぱあるんですね見えるんですからね でああこれで親父行ったなと思ったんですよところがね後で思い出すとね私鍼灸師になった時の最初の就職先があの奈良だったんですで当時はあの平成の元年まではあの県知事免許です昭和64年卒業まではね県知事免許なのであの就職しているその県 知事からの免許なんであの私の免許は奈良県知事免許です。えー、っと、上,上田なんていうものかちょっと分かりません。奈良県知事になっています。でそその後その後平成 元年卒業以降は厚生労働大臣免許なんですよねだから今大体40代50代60代の鍼灸師でも厚生労働大臣免許が当たり前と思っている方おられるでしょうかそれは平成2年以降のことですあの平成元年までは県知事免許なんですそれはあの明治以降そうなんですそれでその奈良にいた時にですね仕事が終わってまあ お風呂に行こうと思って、まあ、タオルと石鹸を洗面器に入れてふらふら歩いてたら地面の底からですねなんか大きなあの煙のようなね水蒸気のようなものがぶわっと立ち上がったんですよ立ち上ったんですそういうことが2回3回あったんですぶわっとねそれであのそれと同じものを父から見たんですよその間、やっぱり、 かなり。あの。年月が経ってますね。ええー。といや。あまり年月経ってないのかな。